言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル。今回は心理測定法よりピアソンの相関係数について解説していきたいと思います。今回の問題はこちらです。第18回の午後28番、ピアソンの相関係数が0の時に結論できることはどれか。1、信頼性がない。2、妥当性がない。3、因果関係がない。4、相互作用がない。5、線形関係がない。さあ何がないんでしょうか。今回科目としては心理測定法なんですが、この相関係数っていう言葉は統計学で出てきますね。名前はよく聞くけど、一体どういうものなのか順番に説明していきます。では見ていきましょう。一般的に僕たちが単に相関係数っていう言葉を使うときは、正式名称ピアソンの積率相関係数と言います。他にもスピアマンの順位相関係数とかあるんですが、今回はこのピアソンの積率相関係数について話していきます。ではまず用語の理解から。そもそも相関係数の相関ってどういう意味なのかというと、2つ以上のものがあるとき、それがどれだけ類似しているかっていうことになります。2つのものの類似度を表します。じゃあ相関係数っていうと何なのか。その類似度の強さをマイナス1から1、この範囲の間で数字で表したものになります。そしてこの相関という言葉の使いどころ、相関があるとか相関関係があるっていうのはどういうことを言うかと言いますと、この2つのものっていうものの一方が増加した時、もう一方も増加するという傾向、または一方が増加した時もう一方は減少する、こういった傾向がある時、相関関係があると言います。相関っていうのが類似度を表す。見てみましょう。一つのデータが増加した時、もう一つも増加する。これってそのデータの性質として似ていますよね。同じような動きをするんだから。で、逆に一方が増加した時、もう一方は減少する。これ似てませんよね、その性質。真逆の動きが見られる。いかに似ているか、いかに似ていないか、それを表しているのが相関です。そしてこの相関を数字で表したのが相関係数ということになります。そしてこの相関係数、規則として変数と変数の関係が直線の場合のみ1になります。はい、この1っていうのは相関係数-1から1っていう表す数字の中の1です。グラフに表したとき、変数と変数の関係、直線になったとき、それはプラスまたはマイナスの1になります。こういう決まりがあるんです。と文章で説明してきたんですけど、今度はグラフを見ながら解説していきます。2つのデータをこのようにグラフの点で表したとします。で、さっき出た変数と変数の関係がって言ったんですけど、変数っていうのはそのまま変わる数ですね。例えばこのグラフでここ0から1234って増えていく数字だったとしたら、もうそれは変数です。3っていう数字に固定されていたら変わらないですけど、そのデータが一定の幅を持って変化するんであれば変数と呼ばれます。で、相関関係を見ていきます。左からこの右下がりになっているこのグラフ、これが負の相関と呼ばれます。そして右肩上がりに動いているこれが正の相関で、それぞれ見ていきます。まずこの正の相関から、この2列あるんですが、上の点を見ていきますね。横軸と縦軸、それぞれ何らかのデータの数値が並んでいると考えた時、この点から横軸に増えた時、縦軸にも増えています。さっきの相関関係があるっていう言葉、一方が増えるともう一方も増える、これに当てはまってますね。増えた分増えて、増えた分増えてっ
ていう風になっています。では負の相関見てみます。これは上の点から見ていきましょう。この点の横軸増えた時、縦軸が減ってますね。増えた分減ってます。一方が増加した時、もう一方は減少する。こういったのが負の相関になります。そしてそのどちらにも当てはまらない、バラバラにデータが分布している、この状態が相関なしと言われます。右肩下がりになっているのがマイナス、負の相関です。右肩上がりになっているとプラス、正の相関。そしてバラバラになるほどゼロっていうのに近づいていく、そういうことになります。で、このように相関係数っていうのは線形関係を発見するものになります。線形関係っていうのはデータをグラフにした時、一直線になる関係のことを言います。その直線が0を通った時、小学校の頃に習った比例関係っていうのになりますね。で、このデータはまだ一直線ではないですね。こう2列になってちょっと若干ばらつきがあるので、完全な線形関係とは言えないんですけど、それに限りなく近くなっている、この線形関係があるかないかっていうのを見つけるものに他ならないんです。で、線形関係は見つけられますが、この2つのデータの関連性っていうのは見つけられません。相関関係イコール因果関係ではありません。ここがポイント。相関係数とか相関関係とか聞くと、どうしても因果関係があるとか相互作用があるとか同じように考えちゃうんですけど、相関関係っていうのはあくまでグラフ上で直線上に並ぶか、あるいは並ばないか、それを見つけるだけのものになります。ではここを詳しくやっていきますね。右上のこのグラフ見てみましょう。このグラフは縦軸がその日1日の最高気温を表して、横軸があるコンビニのビールの売り上げを表したものとします。そうするとこんなデータが出ました。さあ、このグラフをもとに見ていきます。まず相関関係、もう一回おさらいします。一方の数値が変わるともう一方の数値も変わる、こういったのが相関関係です。2つのデータに相関があると呼べる、その可能性として挙げられるものは、どちらか一方がもう一方を発生させている。このグラフで言うと、最高気温が高いほどビールの売り上げが伸びている。この場合、その日がどんだけ暑いかっていうのがビールの売り上げの高さを発生させてますね。そして別の何かが発生させている、その可能性もあります。こんな風にグラフ上、最高気温とビールの売り上げっていう2つだけで考えると、それが相関があるっていう傾向に見えるんですが、実はビールの売り上げが高い日、たまたまその地域でお祭りがあってたかもしれない、野球の試合がある日だったかもしれない、そういった最高気温以外の原因がこのビールの売り上げの高さを発生させている可能性もあります。そしてもう一つ、偶然発生した、ビールの売り上げが高かったこの日、特に何もなかった、だけどなんとなくビールを買う人が多かった、だから高くなっているっていう日もあるかもしれません。このように相関関係っていうのはいくつかの可能性があるんです。必ずこうだから相関関係にあるって呼べるわけではないんですよね。では一方、因果関係っていうものを見てみましょう。因果、原因と結果です。データの片方が原因でもう片方は結果になる、こういうのが因果関係って呼ばれます。そしてこの因果関係の立証に必要な条件っていうのははっきりあります。一方のデータはもう一方のデータに先行して発生する、はい、この最初に言った一方のデータっていうのが原因になるデータとしましょう。そしてもう一方のデータがそれに対しての結果になる
データとします。原因が結果よりも先に起こるというのが条件の一つ。そして次に、この結果になるデータは原因になるデータが起きないとそもそも発生しない、こういう関係性がある場合、そして最後に、この結果になるデータっていうのは原因になるものが起きたら必ず発生する、こういった条件が揃った時初めて因果関係っていうのは立証されます。じゃあこの因果関係も含めてもう一回このグラフを見てみます。気温が高い時ビールの売り上げも上がってますね。確かに。なのでこの右肩上がりの傾向がある、そういった相関関係は見られます。気温が高くて暑くて喉が渇くからビールがよく売れたっていう、そういう可能性は確かに言えます。ただビールがよく売れた日、その日の最高気温が必ず高いとは言えませんよね。どんなに気温が高くてもビールの売り上げが普段と変わらないこともあると思います。そうなると因果関係のこの立証条件説明できなくなっちゃいますよね。なのでこういった関係があるからといって必ず因果関係があるとは言えないわけです。ここが相関関係っていう言葉の少しややこしいところ。最後にまとめてみます。相関関係っていうのは因果関係の立証に必要な条件の一つに過ぎないんです。因果関係を説明するためには、相関関係、どちらか一方が増えた時もう一方も増加するまたは減少する、こういった関係性が必要になります。だけど相関関係を説明するときは因果関係必ずしも必要というわけではありません。もちろん因果関係があれば相関関係っていうのも成立します。逆では成り立たないんですよね。さあちょっとややこしかったんですけど、分かっていただけたでしょうか。要は相関関係っていうのは因果を見つけるものではなくて、いかにその2つが類似しているか、線形関係があるか、これを見つけるものだということです。では最初の問題見てみます。ピアソンの相関係数が0の時結論できることはどれか。はい、0っていうことはこういうの、このグラフで見た時のこういうバラバラにデータが分布している時、どちらかに傾いているわけでもない、その時が相関0ですね。で、この時に言えること、これズバリ答えが5番です。線形関係がない。なぜなら相関係数っていうのは線形関係を見つけるものだからです。で、この相関係数、信頼性とか妥当性、こういうものを見つけるための数字ではありません。そして因果関係、これもビールが売れたからって必ず気温が高いわけではない、一つの可能性でしかない、必ず起きる事象でないということは、それは因果関係の立証にはならないということです。そして4番の相互作用もなんとなくありそうに感じちゃうんですけど、相互作用っていうのは一方がもう一方と同じようなことをした時に何かしら影響することを言います。で、一つのデータが大きくなった時もう一つのデータも大きくなるっていう、そういうふうな相互作用で言えばある気がするんですが、でも相互作用ってこうどっちかが大きくなったらどっちかも大きくなる、それだけじゃないですよね。人と人との相互作用っていうふうに考えると、その人が話しかけたことでその人の気持ちが明るくなるとか、その人のお昼食べるものが変わるだけかもしれない。なんかそういった単純に数字が大きくなるっていうだけじゃなくて、何かしらの変化影響がある場合を言うので、それは相関係数では見つけることはできないんです。なので相関係数0の時、これは相関なし、線形関係がないということを説明する数字になります。
逆に相関係数が1の時結論できることはと聞かれたら線形関係がある、それに他ならないんです。さあ、よく聞くこの相関係数についての問題で因果関係っていうのはどうしても出てくることは多いです。ありそうだから関係が、だけど因果関係は説明できないんです。今回はこの相関係数っていう言葉の意味合いとそれに似た因果関係とか相互作用、似てるけどその辺は説明できませんよっていうことをしっかり覚えてもらえたらいいかなと思います。少しでも国家試験勉強の参考になったんなら幸いです。それでは今回もありがとうございました。